はい、どうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。さあ今回も前回に引き続き、ヤンデレ君は今日も平和やっていきましょう。前回レイ君がイチ君によって、切り殺されてしまいました予想外の展開でした。まさか本当に殺されるとは思ってませんでした。なんで今回は慎重に選択肢を選ばなければいけないようです。それでは続きからやっていきましょう。ここ最近、彼から向けられている感情の重さがエスカレートしていることには気づいていた。それは依存や執着にも近い行為であった。が、気づかないふりをしたらどこまで暴走するのか見てみたかった。これがね、これがレイ君人生最大のミスです。イチ君を、ほっぽいて、なんだろう、感情のままに野放しにしていたら前回殺されてしまいました。監禁か、なかなかにエキセントリックだ、面白い。しばらくはこの茶番に付き合うとしよう。しかしただ彼の位置の帰りを待つだけだというのもつまらない。脱出ゲームよろしく、様々なアイテムを集めて彼をからかってみようということです。はい、画面をクリックしてアイテムを集めよう。アイテムは3個まで取得可能。よく考えて選ばないと痛い目に遭うかもしれない。位置が帰ってくる前に素早く済ませてしまおうというわけです。前回、こちらの、なんかスピリチュアル感が漂う宝石を見せたら、殺されてしまいました。ですが、なぜ殺されてしまったかね、石を見せて何か起こると思ったんですが、イチ君は石を見せても全くその石に触れることなく、一直線にレイ君を殺してきました。なんで一番最初の選択として、石を見せるのは NG らしいです。なんで前回は、石と、この宝石のような石と、あとぬいぐるみと、あとアルバムを取ったんで、石はダメだったんで、今回じゃあアルバム、はい、彼の中学校時代のアルバム、すごい黒歴史が詰まってそうですよね。入手して彼をひるませましょう。見せびらかしてね、お前の黒歴史見せてやるぜと。じゃあまた、髪の毛の入ったぬいぐるみを入手しましょう。さあ、あと一つ何しようかな。これは、彼の用意したコンビニ弁当、大きなステーキと揚げ物各種がぎゅうぎゅうに詰め込まれている。檻の中に入れといてくれなかったの、弁当もしレイ君が檻から出れなかったらこの弁当食べれなかったぞ。ということで、お弁当入手しました。これで3つです。今回は、先にアルバムを見せたいと思います。ただいま。レイ君、そろそろ目が覚めた？ビニール袋を片手に現れた。部屋の主は檻の外でくつろぎテレビを見る俺に目を見開いた。なんで檻壊れてるの？ねえ、どうして？まさか逃げようとしたんじゃないよな？トイレに行っただけだ。そっか、なら仕方ないか。まあ首をつけてるし逃げないよな。イチが俺の首元に触れる。蛍光色の首輪には長い薬が取り付けられていて、檻とつながった状態だ。室内を歩き回るには十分な長さだが、玄関から外に出ることはかなわないだろう。しかしこの首輪、鍵がついていない。そうなんですよね。どうやらイチ君はかなりの天然さんらしいです。天然でヤンデレってすんげー怖いんだけどね何してくるかわかんない。すなわち普通に外すことができる。イチはまだ気づいていないが、それよりどこに行ってたんだ？ちょっと買い物にブルーシートが欲しくて。何に使うんだ？レイ君を解体するのに念のためな。お風呂でもいいんだけど広い方がいいかなと思って。ということで、このイチ君が言っている解体とは嘘ではないようです。本気にしています。本気でレイ君を解体するつもりです。前回はそうなった。恐ろしいですね。逃げた方が良かったかもしれない。イチはベッドの下からノコギリなどの工具を取り出し、机の上に並べている。大好きだからレイ君を食べて一緒になるんだというのがイチ君の願望であります。なるほど、このままでは美味しいお肉になってしまう。
収集したアイテムを駆使して彼を言い負かさなければ。うん、間違えたら多分死にます。前回は宝石を見せて何の反応もなしに刺し殺されました。今回は弁当見せてもね、やっぱアルバムでしょ。黒歴史を見せてやって、見せつけて彼をひるませましょう。ほら見ろ、バカな考えをよせ。1、俺は本気だよ、大丈夫、全部残さず食べるから、だから一緒になろうな、レイ君。ここまでは前回と同じ、さあどうなる。え、マジ前回と全く同じだ。え、怖い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 、なんのなんだ。え、バグってるわけじゃないよね。何を見せてもこれになったんだけど、宝石と同じでアルバムを見せても何の反応もなしにやられたぞ。マジ？ちゃんと全部食べるから、あは。ん？これ思った以上に難しいかもしれない、このゲーム。もうレイ君は俺のこと呼んでくれないんだな、ということでまた切り裂かれてしまいました。バッドエンド一つになる。アルバムを見せてもダメでしたか。うん、なるほど。というわけで戻ってきました。アルバムがダメか。ん？どうすればいいんだ。まあ、とりあえずまたアルバムを取りましょう。何も解決しないんでね。で、これも取りましょうか。まあ、さっきと集めるものは一緒にして、ん、まあ、ん、何を見せればいい。まだエンディング1しか取れてないな。でもここまでは選択肢らしきものはないので、うん、やはりアイテムを見せつけて何とかするしかないんでしょうが、なんだろう、いちくんは、ん？いちくんに宝石とアルバムを見せても全く反応していないように見せかけて、実はそれは違って逆に超反応しすぎてね、無視されてるように感じるのか。よくも俺の黒歴史にって感じで、真っ先にね、その黒歴史には全く触れずにレイ君を殺しに来ている可能性がある。はい、このままでは美味しいお肉になってしまうので、うん、アルバムでもダメだったの。まあ、じゃあ弁当、安全パイじゃないかな、弁当って。ね、あの、もともと、いちくんがレイくんのために買ってきてくれたもんなんで、特にこれを見せても何も起こらないと思うんですが。あ、変わった。好きだから一つになりたい。それも愛の形の一つなのだろう。やっぱりレイ君なら俺のこと分かってくれるって信じてた。え、弁当の話は。これ弁当をアイテムとして使う意味とは。だがいいのか。え、前提として愛せると、ん、愛してると言うなら俺を余すことなく食べ尽くせるんだろうな。もちろんお前が用意した、あ、弁当出てきた。弁当とはわけが違うんだぞ。食の細いお前が俺一人を食べ尽くすことができるのか。コンビニ弁当ですら食べきれずに残すようなお前が、それはまず全てを消費しきるまでどう保存するつもりだ。確かに完全に保存できるのか。一人暮らしの専用の小さな冷蔵庫に入りきるとでも、まさか腐ったから食べれないと言って放棄するなんてことはないよな。どうなんだ。
あの、それに俺を食べたところでお前の体に吸収される量などたかが知れている。その辺はどう考える？言葉攻めに合ってますね。俺の体のほとんどがお前の体内で排泄物として確かにね、排泄物と化し下水に流される定めだというのか。それがお前の言う愛なのか。違う。そうか、お前は自分の愛する人間を便に変え戸惑うことなく流すんだな。俺のほとんどは下水域なんだな。お前の血肉になることもなく、ほとんどが。そう考えるとさっきのバッドエンド1 ああ、レイ君は下水となり便となり下水処理場へって考えるとちょっと面白いね。面白いのかこれは。嫌だ、そんなの嫌だ。すごくもったいないだろ。すごくもったいない。食べるのはやめる。よし、そそくさとキョウキョウ片付ける。イチの背中を見て息を吐く。ひとまず命の危機は回避できたようだ。続きがあるようですね。やはりこれだけでは終わらせてくれないようだ。夕方になりました。しかしなぜこんなことを。夏休みで頭がおかしくなったか。俺はおかしくなんかない。おかしいのは俺じゃないんだ。どういうことだ。そうだな、お前はおかしくない。分かった、ならなぜ。話せない、これは言っちゃダメなんだ。ん？なぜ。俺に好意があるのは気づいているが、それは、うん、だから誰よりも近くにいたい、永遠に。あまりに近くに痛さすぎて先ほどのような行為をしたってことかな。これで永遠にずっと一緒にいられるって最後言ってたからね。そうか、気が狂ってしまったんだね。感情がねじ曲がってしまったような。でも今回は、レイ君に諭されましたね。うん、お前俺を食って一つになろうとしても俺は便になるだけだと。頭いいですね、賢い。でもそれで引き下がるヤンデレも珍しいですよね。うん、なんかヤンデレだったらそんなことお構いなしにマジで殺してきそうだけど、どうやらなんだろう、イチ君はまだそこまで至ってないようです。うん、推しに弱いんですね。愛情が重たい。ま、重たい憎悪や嫌悪よりはマシだろう。本当？殺されるかもしれないんだぜ。ふと窓の外を見ると日は傾き夕方に変わろうとしていた。一は俺の視線の先をたどり時間の経過を悟った様子で立ち上がる。夕飯準備しないと。もういいのか。何が。それより食べたいものある。今から買い出しに行ってくる。あ、夜はまた映画見ような。これ無限にループするわけじゃないよな。また夜薬盛られて檻の中とかないよな。ヤンデレの気持ちってコロコロ変わりやすい気がする。中華。わかった、イチ君は料理得意なのかな。一体何があったんだ。わかんない、何があったの。朝になった。さあどうだ、檻が壊れたままだ。普通にレイ君はね、何事もなくイチ君と朝を迎えられたということでしょうか。日の光が部屋に差し込んでくる。朝だ。俺はあれ、俺は檻から出て背伸びをした。また檻に入れられたってこと。床で寝たままの位置に頭からブランケットをかぶせた。ん？なんだろう。え、あ、いいのか。また檻にレイ君を入れてイチ君はそのまま床で眠ってしまったってことか。それとも、え、レイ君は自分から檻に入ったのか。ああ、なんやかんやここ居心地いいなと。まあ確かに、居心地良さそうな檻をしてますよね。うん、狭くてね、周り囲まれてるんで落ち着きそうだけども、どっちだ。俺は檻から出てなんで、
まあ入れられたか自分で入ったかのどっちかなと思うんですが、さて彼が起きる前にアイテムの収集を済ませておこう。本当は長居するべきではないと分かっているんだが、なぜこんな強行に出たのか。そっか、レイ君的にもこの行動は予想外だったのかな、ね、今まで檻に閉じ込められることなんてなかったし、まさか殺しに来るともこともなかった。今回が初めてのようですね、こういう強行というのは。だからレイ君も、多少なり驚いているようです。少しずつ、愛情が重くなっているのは気づいたが、一線を超える度胸などこの男にはなかったはずだ。何かきっかけがあったに違いない。感情の変化、彼を揺さぶる何かがあったということか。とても気になる。それを知るためにもう少しだけ、もう少しだけこの茶碗に付き合うとしよう。あ、さっき取ったアイテムはもう回収できないのか。今回も取れるアイテムは3つ？なんだろうね。これ何？近くの遊園地のチケット。怪我や病気をしないように体調を万全にして臨まなければ。チケットか。これ気になるよね。これ何？ボロボロの魚がホルマリン漬けになっている。失敗作と書かれたラベルが貼ってある。ああ、これもしかして。これ見せたらいいんじゃない？これ証拠になりえないかな。なんかそんな気がする。一旦魚で試したんでしょ。恐ろしいかなこの考え。本当はレイ君をホルマリン漬けにして一生綺麗なレイ君を保ち続けたいけど、本当に成功するか分かんないから、まず魚で試したのでは。そして失敗作になったのではないか。怖いな。これがイチ君の動機かもしれない。取りましょう。これを見せてやりましょう。これなんだ、ハンカチか。違う、俺の携帯。あ、携帯ってのもなんか怖いな、地雷っぽいな。引き出しの中に隠されていた。これで誰かに連絡が取れそうだ。でもどうだろう、まだその時ではないような気がする。早まってはいけない。それを見られたら真っ先に殺されるだろうからね。さあ、これで3つ入手しました。レイ君を食べるのは諦めました。あ、マジでよかった。朝からなんだ。朝食後一は真剣な顔でそう告げてきた。当たり前だろ。食べちゃダメだろ普通に。俺は食後のデザートに、出されたフルーツ盛り合わせを、むさぼりながら彼のたわごとに首を傾けた。食べずにレイ君をほら保存しようと思う。私の予感は当たってしまった。だからそうなんだよ、さっきの魚のホルマリン漬けはレイ君の試験段階っていうか、レイ君を安全に保存できるか魚で試していたんだ。はあ、綺麗に保存して俺が死ぬまでずっとそばにいてもらうんだ。そのためには死んでもらうしかないんだけど、レイ君なら理解してくれるよね。また考えが変わったようだ。どうしても殺したいようだな。また彼が暴走しているようだ。なんでこんな頭に思考になってしまっているんだ。朝起きたらまた考え方がガラッと変わっている。病んでるな。鬱ですね。凶器を片手に迫ってくる。あ、もう迫ってきている。一応どうにかしてなだめなければ。これのことだろ、魚のホルマリン漬け。俺をこういう風にしたいんだろ。さあ、ということで魚を見せましょう。お前の思いは伝わった。さすがレイ君、痛みを感じないように一瞬で楽にしてやるからな。どうやって俺を保存するつもりだ。え？俺をどうやって保存するつもりだ。あ、その冷凍とかホルマリン漬け、費用は、設備は。現実的な話ですね。どうやらこういう現実的な話にイチ君弱いそうだね。それはおいおい。ああ、今俺を殺して何の準備もないままどうするつもりなんだ。
毎秒劣化していく俺をきれいに保存したいだなんて理想を語るにも程がある。代わりにお前の想像通りに俺を保存できたとしてだ、俺はお前の言葉に返事を返すこともできないし、お前の目を見ることもできない。虚しいと思わないか？少しだけ寂しいけど、お前にとって生きている俺は何の価値もない存在だったのか？そうか、そうだったんだな。そんなことない、生きてるレイ君が一番最高に決まっている。そうだろう。うん、平和ですね。え、まさかの一発合格じゃん。また生きなかられた？ホルマン…あ、そうか。それにっていうか、その状況に最も近いものを選んでいけばトゥルーに近づくってことかな。ね、俺に閉じ込められていた時はお弁当の話をしていたんで、お弁当を見せたら、話がつながった。そして今回は保存するホルマリン漬け、の件について、魚を見せたら、こうやってつながったわけですね。なんとなく攻略法が見えてきたかもしれません。なら浅はかな考えは速攻捨てろ。はい、ごめんなさい。さあ2日目無事に終了しましたね。あっという間に夜になってしまった。今朝あれだけ暴走していた一はおとなしくなり、鼻歌を歌いながら夕飯を作っている。そううつだな。今度機嫌良くなったんだ怖いな。明日になったらまたうつになってるんだろう。まだ2日しか経っていないが、部屋の中で過ごすだけの日々には少々飽きてきた。この2人は大学生だよね。今夏休み中なのかな。大学の夏休みは長いと聞きますんで、明日は外出したい気分なのだが、果たしてからは許してくれるだろうか。あ、これあれでしょ、さっき撮ったね、遊園地のチケットじゃない。次はレイ君、ご飯できた？明日になってから聞けばいいか。歪んだ愛情を向けられるのも面白いが、面白いのかここまで来てまだ殺されてないから面白いんだろ。別の世界では君死んでるんだぞ平行世界ではな、すでに君の魂は上に登っている。機嫌よく笑っている一の方が一緒に過ごしていて心地いい。今日はこのまま流れに身を任せて終えることにしよう。ん、まだ夜が明けない。目が覚めてしまった。こんな時目が覚めるなんて生まれて初めてだ。時刻は3時過ぎ、一はもちろん眠っている。音を立てないように檻から抜け出し、体を伸ばす。しばらくは眠れそうにない。再び睡魔が襲ってくるまでどうにかして紐を潰す必要がある。俺は近くに落ちていた彼のスマホを拾い上げ、画面のわずかな明かりで、部屋の中を照らしてみた。なんとか見えるな。彼が眠っているうちにアイテムを回収しておこう。面倒だが生き残るためだ。仕方ない。でも一応命の危機は感じてるんですね。普段、目覚めることのない夜中に、目が覚めたせいでテンションが上がってじっとしてられないわけではない。決して。残すとこアイテムはどれだ？わら人形。あ、まあ宝石も回収しなきゃね。はい。で、わら人形、これ何？名前の書かれた紙とともに釘に貫かれている人形。なぜか俺の知り合いの、あ、そういうことか、名前が記されている。これが独占欲の大きな鍵となるでしょう。多分イチ君は、レイ君が誰かと仲睦まじく話している光景を目撃してしまったんでしょうね。まあ大学生活そんなことは、普通にありえると思うんですが、イチ君からすればそれは大事件だったんでしょう。僕を差し置いて、彼と、ね、知らない誰かと仲良くしている。知らなくはないか、名前記されてるからね。もしくは知らなかったか、
なんとかしてレイ君のその友達である、誰かの名前を、ね、調べて釘に打ち付けたか。これがなんとなく見えてきたね。これが原因っぽいな。ね、それによって、誰にもレイ君を渡したくない独占欲に駆られて、なんなら一層レイ君を殺して体内に、入れたり保存しようと考えたか。入手しましょう。これはいい手がかりです。そして残すとこおそらく一つ、このノコギリだ。部屋の隅にあった段ボール、ブルーシートや縄、工具や凶器が詰め込まれている。しかしこの問題は解決したんじゃないかね。レイ君を解体して食べるのはやめたと言ってたからね。おはよう、レイ君。今日も早起きだな。お前の寝癖が見たかったんだ。え、そんな、突然何？冗談やめろよ。本気にするだろ。ところで、一に頼みたいことがあるんだが。何？俺がわがままを言っても嫌わないか？嫌うわけないだろ。むしろ大歓迎だよ。平和ですね。そうか。じゃあ、お出かけしたい。え？そろそろ出かけたいと言っている。暗くなったぞ。この子すげえな。コロコロ感情変わるな。確かに面白いね。こんな表情感情コロコロ変わる子を見てたらそれは面白いわ。それは放置したくなりますね。レイ君も。なんでそんなこと言うの？ここから逃げるつもり？ダメだよ。嫌だ。そんなの許さない。レイ君はずっとここにいないといけないんだ。逃げるつもりはない。ただ外に。聞きたくない。な、外に何があるんだ。やっぱりそうだ。レイ君を他の誰とも接触させないつもりだ。大声で俺の、言葉を拒絶した位置は、部屋の隅に置いてあった段ボールからノコギリを取り出した。バカな、ノコギリはさっき回収したはずだ。図られた。もう一つどこかに段ボールじゃない、ノコギリを隠し持っていたというわけか。やりやがるな。ただの天然じゃないようだな。はい、ということで、雲行きが怪しくなってきたところで、今回はこの辺で、終わらせたいと思います。果たしてレイ君は生き残ることができるのか、外出することができるのか、これから先も、イチ君と殺されずにラブラブでいられるのか、楽しみですね。はい、今回この辺で、次回もまたお会いしましょう。さよなら。